24年シーズン熱いご声援をいただき誠にありがとうございました。最後まで戦った韓国コーチ選手に拍手をお送りください。本当に一生懸命戦ってくれました。今日の試合も2点を先制された後追いつき、そして勝ち越しました。本当に厳しい戦いを制しましたね。そうですね、もうずっと厳しい戦いが続いている中で、今日もね、本当に最後までね、チーム一体になって戦えたと思います。ファイナルステージ3連勝しました。そのまま行くのかという流れではありましたけれども、最終的には大変苦しんだ中での勝利になりましたね。そうですね、やっぱりリーグ優勝したジャイアンツですから、そう簡単に、ね、勝たせてもらえなかったですけども、でも最後は本当に気持ち一つでみんなで勝つことができました。ありがとうございます。ペナントレースは3位からのスタートになりましたけれども、一戦一戦戦うごとに選手たちの成長、チームの成長、監督はどう感じましたか？そうですね、リーグ優勝できなくなった時点で、クライマックスから日本一を目指そうということで、もう一度ね、やっぱりギアを上げてこのクライマックス戦いながら、選手みんなが、ね、大きく成長したと思います。それにしましても本当に厳しい戦い、そして7年ぶりの
日本シリーズ進出を決めました。そうですね、まあ、そこまで考えられないですけどね、はい、また頑張ります。ホーム横浜で迎えるスタートになります。7年ぶり、そして久しぶりの日本一に向けて最後に一言お聞かせください。はい、今日も東京ドームだけじゃなく横浜スタジアム、全国から、応援ありがとうございました。これでもう一度横浜スタジアムで試合ができますので、セレモニーの開始まで皆様ご自身のお席でお待ちください。